ラブパーステーション、お姫様へのいざないの時間です。皆さんこんにちは。この番組は純愛をテーマに、よりハートフルで自然力 100% に生きたあなたへお送りするラブパーステーションです。毎週月曜日はこの番組でラブパワーをたくさん浴びて素敵ライフを楽しんでくださいね。女性はみんな生まれながらにしてお姫様、そして男性はたった一人の女性でも幸せにできたなら最高の人生です。あなたが花ならば蜂や蝶々が飛んでくる、あなたの素敵な笑顔に集まってくるんです。そしてあなたのラブパワーを浴びた蜂や蝶々は次へ次へと幸せを運んでいく。自然界は恩返しと愛で巡回されてますよね。はい、今日もリスナーの皆様を笑顔にしたい岡崎のり子と幸せナビゲーターのバジルさんとでお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、今日からですね、仕事始めっていう方もね、たくさんいらっしゃるかと思うんですけども、うん、ということで、はい、今日はですね、お互いのラジオ番組を出演し合ってる、ラジオジャックし合ってるということで、今日お昼にお邪魔させていただいたんですけども、みんなの人事部、陣内浩一郎様をお迎えしております。よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします、はい、このみんなの人事部ということで、はい、それどういったお仕事をされてらっしゃるんですか。はい、ふざけてますよね、名前がね、はい、ちょっと私噛みそうになって人事部陣内さんでしょここまあ置かなきゃみたいな感じですね。そうなんですよ、簡単に言うと、はい、人事コンサルタント、まあ、社内のルールを作ったりとか、はい、あとは採用とか、はい、あと社員教育とか、だいたいその3つをメインにやってます。ということは人を見る目がすごい長けてるってことですね。いやいやいや、そうでもないですけどね。そうなんですね。で、なんかそうですね、ちょっとこの私チラシの方ですね、はい、リーフレットの先にいただいてるんですけども、はいはい、ここにロジカルリスティングサービス、はい、って書いてあるんですか。これ、はい、一体どういうことなんでしょう。はい、まあ、要は聞きながらロジカルに物事を整理していくみたいな感じですね。で、まあ、人の話を、まあ、いろんな質問しながら、はい、なんていうんですかね、まとまりがない考えとかあるじゃないですか。例えば、はい、私の強みってなんだろうとか、うん、私をどう売り込めばいいですかっていうのを、まあ、いろんな角度から質問をどんどんしていきながら、まあ、形を整えていって、でそれを最後はですね、図解にしたりとか、あとは言葉にしたりとか、なんかそういったことをですね、今やってます。そうなんですね、はい。まあ、どういった方がこうやって来られます。今一番多い人は、はい、3つあって、はい、1つが自分をいまいち売り込めてないって感じてる人、うん、それとやっぱ思うように評価がなんかこうやってもらってないって感じてる人と、うん、はい、最後はなんか組織とか会社の中で自分の力がうまく発揮できてないっていうふうに感じてる人、大体この3パターンが多いですね。あ、そうなんですね、はいはい。普通に、ね、サラリーマンの方が多いんですか。サラリーマンの方も多いですよ。そうなんですね、ええ、多いですね、意外と。男性が多いですか。はい、比率でいくと 6-4 で女性が多いかな。あら、素敵ですね。そうなんですね、中、ね、の女性ってすごいですね、やる気満々ですね。やる気満々ですね。うん、なんかやっぱもっと自分を生かしたいっていう、まあ、いい意味での欲求がすごく高いんじゃないですかね。あ、それはでも私もそうですね、なんか僕もあげないとバジルさんもあげるとダチョウクラブみたいですけど、どうぞどうぞみたいな。すいません、こんな感じ。いや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 、でもなんかこう一緒になんか考えていくって感じのスタンス取られてるんでしょう。そうですね、引き出すというよりかは、はい、共に一緒に見つけていくっていう方がなんか僕の感覚に非常に近いですね。見つけていく、探していくみたいな。素敵ですね、ありがとうございます。もう素敵ってどんどん言ってください。あんまり言われないんです。そうなんです、はい。でもいいですね、こうアイデア、考えやアイデアをご一緒に整理し良質なアウトプットにつなげます。やっぱりですね、アウトプットができなきゃですね、何も始まらないですものね。だから売り込み系で一番多いのは、はい、例えばホームページを作りたいけど、うん、改めて私の特徴って何でしょうかとか、そういうのを考えてる方が話してるうちに、はい、まあ、ロジカルリスニングをやった後に一緒にコンテンツ考えてくださいとか、うん、まあ、原稿考えてくれとか、うん、そういうのが多いですね。キャッチコピー一緒に考えたりとか、最近はカメラマン、ワイヤーフレームって言ってホームページのデザインを一緒に考えて、こういう写真あった方がいいですよねとか、カメラマン手配したりとか、モデル手配したりとか、人事コンサルではない仕事をやってます。そこまでされてるんですか。なんか成り行き上なんかそんな仕事やってますね。面白いですね、どんどんなんか幅が広がってるって感じですよね。そうですね、だから一言で何の仕事してるんですかって言うんですけど、なんかこう一言でサクっていう言葉がなんかだんだんあんまりなくなって、プロデュース的なね、でも二人三脚みたいなね。そうですね、やっぱクライアントさんあってのことなので、うん、
そこはそう思います。素敵な、ね、ですね、うん、でちなみにそのお仕事をされようと思ったきっかけは何なんですか？かっこいいこと言うたいですけど成り行きです。結果求められてるやつをやっていったらこうなっちゃったみたいな感じですかね。あ、でも求められて始めたっていうのが一番理想的じゃないですか、うんうん、そうですね。なんか自然になんか徐々にそんな風に変わっていったっていうのが正しいかもしれないですね。もともと若い頃からそうやって人のお話を聞き出すのが上手だったんですか？いや、そうでもなかったですね。結構おしゃべりで自分の意見をガツガツ言う方だったですね。ガツガツ、はい、壁ドン的にですか？いやいや、もっとすごかったですよ。もうそれこそかぶせるような感じぐらいで言ってたので、はい、多分昔の自分はもっとちょっと違ってましたね。そうなんですね。あ、そうそう、聞きしたかったんですけども、陣内さんとこのラジオ始めたきっかけって何なんですか？それこそコミテのラジオにゲストに呼ばれてからです。もともとですね、まあ、僕の年代は昭和世代なので、はいはい、ラジオとともに大きくなった世代なので番組持ちたいっていうのと、なんかこう放送作家とかパーソナリティとかっていう響きにこう、何て言うんですか、弱かったというか、憧れてた部分はありましたですね。はい、なんか男性の方って多いですよね。なんかそれで日々惹かれて始められたって方が、なんか話したいとか番組持ちたいみたいな欲求って男性はなんかあるかもしれないですね、ひょっとしたらね。なんか一社会を築きたいみたいな感じですかね。いや、もう完全にただ番組やりたい。そうですか。もうなんかごめんなさい、もうなんかかっこいい答えを言おうかなと思うんですけど、いいボール投げてもらったんですけど、すいません。でもさっきね、実は11時半から、ね、はい、出させてもらってすごい楽しかったですよね。ありがとうございます。ですね、うん、はい、そうですよね。さすがの進行でした。2つ目という。もうずっと今日オールで出ててもいいんじゃないですかって感じなんですけども。いやね、やっぱ話すのって難しいですもんね。やってみるとですね。そうですね、実際ですね。はい、でも流れるような、ね、展開で、あっという間でしたよね。あっという間でしたね、短かったですね。うん、ありがとうございます。いや、もうそれはもう2人が慣れていらっしゃったからですよ、やっぱり。ありがとうございます。ここでお互いが褒め合って、ちょっと面白い。リスナーの皆さんこれがラブパーなんでしょ。そうですね、そうです。そういうことなんですけども。陣内さんですね、今後、ビジネス的にどういうふうに発展したいとか、そういう思いはあるんですか？ですね、今、去年僕が、はい、ビジネスで引っかかってるタイムリーの言葉はグロースハックっていう言葉なんですよ。でこれは、はい、例えばスタートアップ、ビジネスをスタートアップとかをするときに、はい、ホームページの制作とかウェブのデザインをするっていうんではなくてですね、ページを成長させていくっていう仕事があるんですよ。はい、でこれ実は福岡市も高島市長が肝入りで、はい、実は始まってて、はい、分かりやすく言うと、例えばホームページのデザインをどちらがお客様がアクションを起こしてくださるかっていうのを実験しながら作っていくやり方なんですよね。はい、で例えばオバマ大統領が、はい、いらっしゃったと思うんですけど、はい、あれで寄付金を集めるときに、家族で写ってる写真と、例えば正常期をバックにしてる写真だと、家族をバックにしてる写真の方が実は寄付金が多く集まったりとかしてるんですよ。で要はそういう感じで、失敗というよりかは失敗を肯定的に受け止めて、常に成長していく、ヒントを探していくっていうので成長を促していくみたいな、これをなんか人材開発とか組織開発に作っていきたいなみたいな感じが思ってて、そこをなんかプログラムをやって、はい、いろんなところにこう提供したいなっていうのをすごく考えてますね。素晴らしい。具体的になんか始められてることとかあるんですか？ありますね。実はこれね、はい、やってるロジカルリスニングのやつも、自己探求心っていうのを自分でまず見つけて、自分の持ち味から、相手に何に役に立つのかみたいなところから思考を広げていくので、これを実際やるコミュニティを多分もう今年立ち上げます。いいですね、楽しみですね。はい、であとはそういったものを体験できるように出前講座っていうのをやって、はい、あとはもう通常通り、採用とかそれをミックスさせながら、やっていくみたいなやり方をだいたいやってて、あとは僕も話すのが好きなので、まあ、ちょっと講演話す仕事をちょっと今から、例えば研修の講師とか、講師業みたいなのをちょっと増やしていきたいなと。楽しみですね。それ楽しみですね。さっきのこう出前講座って昭和だなと思って何ですか、おかもちでしたけど昭和だもん。出前みたいなね、出してしまいます。でも実は私たち出前ちょっとしてもらったんですよね。そうですね。そうなんですよ。はい、でそこで壁ドンを思いっきりされたんですけど、出前またファミレスでやるというね。
そうすごい楽しかったですね、うん、どんなとこ良かったですか。やるなんかこう自分のこう内なる自分っていうかね、新たな発見みたいな、あ自分って本当こんな面がみたいなね、はい、感じとかこう確認できたりだとか、うん、壁ドンしてもらいました。いいっすね、壁ドン使わせていただきます。あでもそうさっきの探求心、はい、すごい探求心強いんですけど、うん、他人に対してとか物に対してすごい私強いんですけど、この自分に対してって少なかったな、薄かったなっていうのをすごいこの間感じたんですね、うん、この自己探求心ってやっぱ皆さん、ねうん、されることをぜひぜひなんかお勧めしますと本当思いました、うんね、スイッチを押すと結構皆さんギュッてこう上がられるので、うん、ぜひですねお勧めしますね、やっぱり ね、する機会ってやっぱ日本の教育ってなかなかないんじゃないですか、うんですね、どちらかで自分に向き合うっていうのが、うんどっちかというとこう空気を読めみたいな他者評価みたいなところが大きいからですね、はい、ですね、はい、あれはすごく重要だなというふうに思いました。出前はちなみにこのみんなの人事部でいいですか。みんなの人事部でいいです。みんなの人事部、はいはい、こちらの方に出前ですね。そうですね、はい、Facebook ページもあるのでこのメッセージとかに投稿してもらえれば全然やります、はい、いいですね。大盛りも大盛り大丈夫です。大盛りはいいですか。大丈夫です、まあ、共に大盛りにしていくみたいな形なので、はい、そっか嬉しい。そこで大盛りが来るとは思いませんでしたけどね。そうです、あのコミュニティ作りのすみませんそこをちょっともう少し私聞きたいんですけど、はいはい、どういうふうな感じでされようと思ってらっしゃるんですか。はい、僕と同じことを考えている仲間が集まってきて、はい、自分の強みっていうと、まあ、言葉がちょっと僕らの中でもっと練ろうよっていう形で年末ブレインストーミングしたんですよ。でその中で、自分力っていう言葉に最終的に落ち着いて、うん、みんなの自分力っていうコミュニティを作って、うんまあ、その子は自分の強みを、うん、いろんな人たち他者の目で見る、うん、いろんな人たちに加わってもらって、うん、でお互いで相手の魅力をこう発掘し合うっていうやつ、うんうん、例えばこの間例えばその質問力とかすごく鋭いっていう男性の方に対して女性の方が言われたのが声がいいとかですね、全く自分が気づかなかったものを相手からこうフィードバックをしてもらうっていうところで、なんて言うんだろう、自分だけで考えたら考える枠って決まるんですけど、相手がそこって強みじゃないって言った瞬間可能性が広がるなと思ったんですよ。本当ですね、はあ、で意外とお互い盛り上がってて、はい、途中から講師の僕は何も喋らなくていいというこんな楽な講座はないみたいな、まあ、ただやっぱお互いなんて言うんですか、いいとこを聞こうっていうルールなので、はい、悪口を言うこともなく、はい、すごく発見をし合ういい場所だなと思ったんで、これをコミュニティにしようと思ってですね、うん、楽しそう、楽しそうですよね、福岡と北九州でもう、はいやろうかなと思ってます、うん、あ直近なんか計画されてらっしゃいます？やってます、はい、あ直近はいつですか？ですね、1月の18日に、はいまあ、ちょっと少数制でやって、あとはもう定期的に、2月3月は1月に1回ずつはちょっとやっていって、で徐々にあとは出前を増やしていこうかなと思って、出前ですね、はい、はい大盛りありで、大盛りありで、はい、大盛りありで分かりました。じゃあみんなの人事部で検索をして、はい、そこに出前を頼むということで、うんはい、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。はい、はい、ですねバジルさんの魅力アップコーナーの方に入ってしまうんですけども、はい、またそこでもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、では1月4日改めて皆様明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年お初のね幸せ魅力アップコーナー、テーマは、はい、抱負を目標に変えて魅力アップです。ちなみにこう新年にねよく耳にする抱負ってあるんだと思うんですけども、目標と抱負の違いってねご存知でしょうか。ジノさんご存知ですか。いやわからないですね。うん、ぬるこさん知ってました。いやちょっとわからないですけど、抱負ってなんか漠然としたこうなったらいいなーなのかなと思って、うん、目標はなりたいとはっきり決めることかなみたいな。ほぼ正解でございます。実はね私も知らなくて、私も調べてみてこう分かったんですけど、抱負は心の中に抱いていること、目標はそれに加えて物理的なことを含めた、まあ、より具体的なことのようなんですね、うんうん、例えば今年はこう理想の体型に向けて運動をして痩せたいは抱負、はい、理想の体型に向けて、ウエスト60センチを目指してスクワットを毎日100回やるは目標みたいな、ね、感じなんですね、ちなみにこうなりたいという意識にはそうなれない、自分はそうじゃないっていうね、否定的なこう潜在的な心情っていうのが、ね、あったりするので、まずはこれを認めて手放すこと、そしてね言い訳政治にならないね覚悟も大事です。ですね、でもけどだってとね、なんかね今年決めたことが3月ぐらいからねそんなこと言い出したりで諦めること多いと思うんですけど、はい、そうしてねそうなるっていうのをそうなったとイメージをね明確にして、そうなるためにはどうしたらいいか認識を切り替えて目標を立てることをお勧めいたします。ただどうしてもねなりたいけどなれない、自信のない自分がねぐるぐるする時ってありますよね、そんな方は、過去のトラウマや、無意識なところにある心の問題などがね潜んでることもあるので、そうした自分のケアっていうのも大切です。
まあ、よかったらね、詳しくは、バジルナビもしくは、Facebook の、ラブパワー交流会をチェックされてみてくださいね。ということで、今年もね、セルフチェックのテスト行ってみたいと思います、ね。はい、皆さんも心の準備よろしいでしょうかね。イエスの数をチェックしててくださいね。1番、今年の新たな目標は立ててない。2番、将来の理想の自分像なんて描けない。3番、目標を立てても挫折して罪悪感が残ってしまう方だ。4番、なりたい理想はあっても時間やお金がないなどできない理由が気になって諦めてしまう方だ。5番、目標や具体的メニューを決めすぎてストレスになる方だ。以上、皆様いかがでしたでしょうか。ジノさんは一つかな。あ、本当にないかと思った、はい、でも素晴らしい一つどれですか。一つ、目標立てすぎてストレスになるっていうところ、なるほど、ここは課題ですね。あ、なるほどですね。ルリコさんは、あの、一つですね、一番最初の、うん、あえて今年の目標って立ててないので、うん、継続してるので、うんうん、してみればそれかなみたいな、うん、あ、でも目標はあるんですね。あ、そうですね、さすがですね、自由ですからね、はい、さてさてね、これで何が見えてくるかというと、まあ、イエスの数が、ね、多い方ほど目標達成率が、ね、低い傾向にあります。どんなものや、結果も、ね、誰かの想像力や思考から生まれてますからね、プラス思考で明確に描いて諦めずに、試行錯誤しながら、ね、進んでいけるかが目標達成には大切です。さっき、ね、あの地主先生から、ね、言われたみたいに、その試行錯誤っていうところで、ね、あの失敗をこう肯定的に受け止めるって、ね、すごく私もこう響いたんですけど、いいですよね。そうですね、まあ、要はトライアンドエラーなので、さすがです。さらにね、その目標を具体的にして見える化することもね、大切なポイントなので、スケジュール帳やね、トゥードゥーリストの活用もおすすめです。ただし、予定を詰め込むことにね、没頭しても意味がないので、3つの秘訣をお伝えしますね。1つ目、3分以内でささっと作成する。2番、自分だけ分かればいい内容レベルで良しとする、ね、逆にでもね、自分で見てなんじゃこりゃっていうぐらいねちょっと荒く書くのはね、ちょっと問題ですからね、まあ、でも自分で分かる程度にする。そして3番目が優先順位を明確にするといった具合で、移動時間やね、空いた時間でパパッとこう作成できるものでいいと思うんですね。で、特に、優先順位を明確にして詰め込みすぎないこと、そして、自分のスキルや、ね、心身のバランスに合わせて、無理をせず、柔軟に対応できる、こう余力を持たせることも、目標達成に向けての、セルフマネジメントとして、ね、大切だと思います。時として、ね、あの日々学びとなる、ね、こうアクシデントや、ね、イレギュラーなことって起きますからね、まあ、そういった時にもこう余力があると、ね、対処しやすいと思うんですね。ジノさん、なんかその辺でこうアドバイスとかなんかありますか。そうですね、まあ、目標に関しては僕らも仕事からやるんですけど、うん、まあ、今日出てきてない、さっきお話したのに、まあ、ちょっと付け加えさせていただけるんであれば、3つあるって、まずあのさっき言われた行動目標が具体的である、うん、さっき言われた通り痩せたいっていうのと、うん、何キロまでいつまでに何キロ痩せるっていうことを具体的に設定をするっていうのが1つ、うん、それともう1つは期限、達成可能なレベルをちゃんと正しい適正なレベルをやれてるかどうか、うんうんうん、高すぎるとさっき僕が言った通り、うん、あのしんどくなったりとかするので、うん、まあ 120% ぐらいのストレッチの目標をどれだけ正しく設定できるかっていうのが一つと、うん、あと3つ目は、うん、なんで具体的にやった方がいいかっていうと、測定可能かどうか、うん、今自分が何パーセントぐらいできてるのか、うんうん、まあ、やっぱり2割しかできない時もあると思うんですよ、うん、なので例えばじゃあなんで2割なんだろうとか、うん、それを阻害してる要因自体をなんか外せば、うん、次もっと上がるよねみたいな、まあ、さっき失敗を受け入れましょうみたいなのは、うん、そういったところもあるかなというふうに思います。うん、はい、なんかそういった意味ではね、こう壁ドンで自分をちゃんと、ね、見つめ直すっていうのはすごく大切ですよね。こう測定できる自分をね、まず基準を決めとかないとですね。基準を決めるっていうのはね、バジルさん言われてる通りすごく大事ですね。うん、はい、だと思います。ありがとうございます。とんでもないです、そうして見ることでね、自分のね限界がこう、あ、ごめんなさいね、時としてね、さっき言ったみたいにこうセルフマネジメントをすること大事なんですけど、場合によってはね、がむしゃらにこうやることがね必要なこともありますからね、そうして見ることでね、自分の限界が分かったり新たな展開が見えてきたりすることもありますから、まあ、そうした時はね、いやいややらずにこう受け入れてね、経験として学ぶ姿勢で、楽しむことが何より大切じゃないかなというふうに思います。最後にね、強みや目標がね今一つこう分からない方、
こうより具体的に知りたい、仕事の、ね、スキルアップを目指す方は先ほども言ったように、ね、本日のゲストの、ね、陣内さんのみんなの人事部ですか、ここにちょっとこう大盛りでということで、ねちょっとね、お願いされてみたらいいんじゃないかなと思うんですけど、ありがとうございます。さっきも、ね、言ったんですけど、のりこさんとちょっとね、はい、出前をお願いして、ね、ちょっとこうやったんですよね、はい、どんな感じですか、のりこさん、ここやってもらったとき、やってもらってですか、うん、改めて自分を見つめることができてよかったなと本ですか、生徒はいかがでしたでしょうかいやまあでもやっぱり一生懸命考えるのって意外と自分のことで難しいって言われてましたよね、うん、でそれ多分本当だと思います、うん、なのでまあ多分お二人もなんかいろんな方にご相談乗られてると思うんですけど、うん、だからやっぱ第三者の存在って大事なんだろうなっていうふうにはなんか思いますね、うんうん、本当ですね、うん、すごくなんかね見える化を本当してくださるので、うん、すごい心強いねアドバイザーだなと本当思いましたですね、うん、ありがとうございます。なんかこうやってねこうラジオのゲスト様でこういろんな才能の方ね本当こうやってお会いできるんですけどね、うん、本当なんかこうその都度ね感心させられますよね、すごい才能だなと思って。そうですね、はい、まあ、ここで魅力っていうテーマでね、はい、お話されてますけど、やっぱ本当人それぞれ、うん、ね、やっぱいろんな持ち味持たれた方多いですよね、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、そろそろ今日も別れの時間です、本日のエンディング曲はお互い素敵な夢を叶えましょうというねメッセージが詰まったサザンオールスターズの素敵な夢を叶えましょうをお届けしたいと思います。サザンいいでしょう、なんか私たちの世代にはですねそこはうんって言った方がいいか素直にうんと、うん、それではね、皆様も夢叶う素敵な一年となりますように、さよなら、ジノさんありがとうございました。どうもありがとうございました。